1773年の暮らしの領域1858年の暮らしの領域1773年図と比べて外縁のギザギザが取れているのは1816年から1819年に実施された堀などの撤去工事の結果でその分で暮らし面積の拡大となっているホーフブルク宮殿の左下に広がる広い空間は1820年代に ブルク島は城門を外側へ押し出す形で実現した旧市街面積拡大の当該箇所になる。グラシから、ショッテン島は城門と旧市街を眺める。ゲオルク・ドラーノが。ウィーンのグラシは、1529年から1858年まで、ウィーンの都市城壁の外側に広がり、旧市街とフォアシュタット新市街の中間に存在した野外空間。元来の設置目的は、 街を包囲する外敵に対して遮蔽物のある空間を与えず、ウィーン守備隊による城壁からの火砲に対して敵を無防備にさらす役目を担う軍事上の理由だったが、時代が下ると市民にも解放された。13世紀以来、ウィーンは城郭都市であり、その旧市街は城壁で囲まれていた。城壁の外には小さな集落が点在していたが、1529年の トルコ軍による第一次ウィーン包囲の際に取り壊された。トルコ軍による破壊もあれば、ウィーンの守備側が自ら撤去したものもあったが、トルコ軍の撤退後は、集落の再建はせずに、さらちの空間とすることが決まった。グラシはイタリア流儀の要塞建築術から生まれた言葉で、元来は要塞の外に作られる、土もりの射程を指していたが、ウィーンやその他の地域では、城壁。 要塞の外に広がる野外空間全体を指す言葉として利用された。城壁の周囲をベルト状に取り囲む暮らしの空間には建造物の建設が禁止され、建造物禁止区域の幅は段階的に拡幅された。まず、1588年3月15日に皇帝の直例で40クラフターと規定されたのを、皮切りに1632年7月8日に200歩、 1662年11月21日に200クラフター第2次ウィーン包囲後の1683年には600歩となった。建物が禁止されただけでなく、ブドウ畑も撤去された。暮らしの外側の境界は石で示され、現在の地図上で次の道路、広場を結ぶ線が外縁となっていた。ドナウンが、ヒンテレゾーラムジアストラッサ、インビリデンストラッサ、 アム・ヒューマークと、ブラックナー・ストラッサー、カールス・プラッツ、トレイトル・ストラッサー、ゲトライド・マークと、メッシュ・プラッツ、ミューズ・アム・ストラッサー、オーア・スパーグ・ストラッサー、フリードリッシュミット・プラッツ、ランデス・グリッチ・ジア・ストラッサー、ガーニ・ザンガス、シュワルツ・ェスパン・ユ・ストラッサー、バーガス、ドナウンガ。同時大臣の記述には、グラシのことが、引きこもごも様々,様々な表現で描かれている。ルメータ。 暖かい日には、暮らしの草地へと散歩に誘われる気分になるが、悪天候の日や冬には、その横断は困難なものとなり、苦痛を伴う行為となった。強雨の日には、泥のぬかるみとかし、夏に草が枯れると、砂ぼこりの荒野に変わり果てた。自宅がホアシュタット新市街、職場が旧市街にあれば、仕事に向かうために毎日。 グラッシュを横断する生活をしなければならなかった。こうした状況を改善するために、皇帝ヨーゼフ2世は1770年1月17日の直例でグラッシュの美化を指示した。グラッシュの皿地上に道路の区割りが付けられ、1781年からボダイ大樹、アカシアなど3000本の街路樹が植樹された。こうして並木道が新設され、旧市街、 城壁の周囲をぐるりと一周し、後世のリング通りにも似た、環状道路が生まれた。幅13.5メートル、全長6.24キロメートルで、ドナウ運河沿いにも新設された。この環状道路に直角に交わる形で放射状に道路が整備され、縄文とフォアシュタット新市街を結んだ。道路が整備されたことにより、フォアシュタット新市街では、建物の建造が活発になり、 グラシの外側の区域はやがて建造物が密集する地区へと変わっていった。城壁が撤去される直前の1858年のウィーンの様子。グラシに放射状の道路がつけられ、並木道として整備されているのが見て取れる。城壁の周囲を一周して描いたパノラマ画で、カール・ベンツェル・ザイチェックが1858年のエーミール・ヒュッターの絵を元に描いたもの。 ドナウ運河対岸のレオポルトシタット地区と旧市街の連絡を高めるため、ノイエガッセ通りが地区内に新設され、1782年、この通りの末端からドナウ運河を渡って旧市街側へ向かうホルツヨッフホブリュッケ橋が敷設された。この橋はノイエブリュッケと呼ばれ、後にマリアテレジアブリュッケ橋、アウガルテンブリュッケ橋へと名称を変えた。ウィーン川には、 グラシナイを流れる区間があり、6つの橋が敷設された。このうち、エリーザベトブリュッケ橋、モーントシャインブリュッケ橋、シュトゥーベンブリュッケ橋、ラゲツキーブリュッケ橋は車両通行下で、ケッテンブリュッケ橋とカロリーネンブリュッケ橋は歩行者用とされた。ヨーゼフ2世の施策で生まれた、緑地帯はウィーン市の管轄とされた。 やがて攻略ゾーンとして市民に受け入れられ、エスプラナーでと認識されるようになった。ただし、日没後は治安上、危険なゾーンに変わったため、1776年に街頭が設置された。中でも市民に人気が高かったのは、現在の私立公園の場所にあったバッサー暮らしだった。一般に、近世の都市の城壁は壁と五角形の両方が、 交互に配置される形で構成され、前面の堀には防備の手薄な幕壁を下方から守る三角歩が置かれた。三角歩の前面は堀の外縁壁となっており、この部分の壁が都市城祭の防衛システムの最前線を形成していた。1809年、ナポレオン軍による短時間の砲撃の後、ウィーンの街は陥落したが、この時にかつて オスマントルコによる二度の包囲に耐え、剣道を誇った要塞が19世紀には時代遅れとなっており、もはや都市の防衛には効果がないことが明らかとなった。ウィーン氏への処罰として、フランス軍は、ブルク両お及び、K12 の三角歩のうち4つを爆破処理した。1817年、皇帝フランツ2世は、要塞としてのウィーン氏の地位を取り消すことを決め、同年、 残る八つの三角歩と堀の外縁壁の撤去工事が始まった。撤去後の敷地は植物が植えられ、これにより暮らしの面積も拡大することになった。この工事は1827年に完了した。1860年8月18日、皇帝フランツ・ヨーゼフ一世の30歳の誕生日を記念してパラーデ・プラッツ広場で挙行された軍事パレードの様子。 1783年、ホーフブルク宮殿の外側の暮らし空間に、軍の連兵、パレード広場が設置された。この敷地は、ナポレオン軍によるブルク東ア縄門の破壊後に区画が変更され、パレード広場はそこから、市街側のヨーゼフシュタット暮らしへ移設された。この時点での広場の面積は、約20万平方メートルで、軍が使用する時には、一帯は閉鎖され、 軍が使用しない時は市民に解放されたが、歩行者のみで、車両の立ち入りは禁止された。1858年の時点で、暮らしの面積は200万平方メートル。その内訳は、130万平方メートルは、緑地帯と更地空間、53万3000、平方メートルは交通路、7万4000、平方メートルは、建物が立ち、 9万6000平方メートルはウィーン川流域となっていた。ウィーンの城壁、堀、グラシは長年にわたり、ウィーン市ではなく、両方君主に家族する設備となっており、1817年以降は、軍のウィーン工兵隊の管轄とされた。グラシでは、経済活動も活発に行われており、特に屋内では問題が生じる作業のために、 屋外空間を必要とした業者が作業場所として利用していた。例えば、印刷業者が染料の製造所を構え、ニスの製造所が稼働し、大工や石膏は屋外と木造小屋で作業し、果物商人、魚商人、チーズ製造業者、古物商が売店を構えるというように、暮らしには数多くの建物が建っていた。これらはすべて木造で、 戦時には速やかに撤去処理や焼却処分が可能だったため、軍からは、こうした行為は事実上、黙認されていた。現在のビッケンブルク合戦通りとフロリアーニ合戦通りの交差点付近には、1806年から、小石の生産施設があった。小石は、黒色火薬の生産に使われる材料で、小酸を含有する植物から抽出される。この施設は、 複数の小屋と142の土中で構成され、風変わりな光景を作り出していた。匂いがひどかったため、1826年に、ホアシュタット新市街の外縁部でリーニエンバルに近い、ショッテンフェルト地区へ移転した。シュトゥーベントアグラシに立つブレーツェルパンの売り手。1846年、フランツゲラッシュの水彩画。グラシュの外側の縁にはいくつか重要な市場が置かれていた。 市内では、2役や、非常の目的で、数多くの動物が飼育、管理されており、そのし草が大量に必要とされたため、し草市場が設置されていた。位置は、現在の住所でアムホイマルクト広場13番地から25番地までに相当する。し草の生産地はハンガリーが大半で、週1回、ウィーンに搬入された。ガラクタ市場は、現在の,の、飲みの位置に似て、 古着や、その他の中古品を売買する市場だった。300の屋台がの木を連ね、千1730年から1821年頃までは、グラシ内で今日のカールスプラッツ広場にあった。1730年までは、レオポルトシタット地区にあり、今日のタンデルマルクとガッセ通りが当時の位置を伝えている。グラシに移転後の敷地は、住所上はタンドラ、プラッツ広場となっていた。 1821年、その地に、ミカドオシツポリテクニック研究所が新設されるのに、伴い、土地を明け渡すことになり、この土地の住所は、ティヒニカーシュトラーセ通りへ変更された。その後、市場は移転を繰り返し、まずシュピッテルベルク地区へ、次に、今日のシュバルツェンベルクプラッツ広場へ、最後は、アルザーグルント地区のノイウィンガイクへ移り、1945年に、 閉鎖されるまで続いた。ガラクタ市場の隣には、ケルントナー東和市場が開設されていた。場所は、今日のカールスプラッツ広場の西側部分、ジラルディパーク公園付近で、当初の主な取引製品は乳製品だったが、次第にソーセージスタンドやクネーデル売店が増えていった。1786年から1790年にかけて、 フライハウス街区の再開発が進められる中で、同地にあったミュールバッハの護岸工事が実施され、新たな土地が生まれた。1793年、ウィーンに車両で搬入される果物と野菜は、ケルントナー島和市場で販売することを義務化する規定が定められた。1820年頃には、ナッシュマルクとの故障が定着していたが、その由来と意味は定かになっていない。 19世紀末にウィーン側の護岸工事が進むと、現在の土地に移転し、今日までナッシュマルクトとして存続している。その西側には穀物市場があった。場所は今日のマリア・ヒルファーシュトラーセ通りとゲトライデマルクト広場の交差点にあたる。その直近には1900年まで市営の穀物販売所があった。 それよりも以前の1747年までは軍事法廷が置かれていた。市場としては1864年、リング通りの建設に伴って廃止され、道路名にのみ名前を残している。ローサウグラ市は木材流通の中心地となっており、木材市場の敷地が今日のベルクガスセ通りからショッテンリング通りまで伸びていた。その一帯は木材地区と呼ばれていた。 今日のベルクガスセ通りのうち、東側は1357年の資料では、ウンターデン・ホルツァーン、ウンターデン・ホルツァーン、木材の家と呼ばれ、1784年から1862年までは、住所名でホルツシトラセ通りとなっていた。木材の売買取引は野外か、小屋の屋内で行われた。規模の大きな2つの木材取引ホールが、今日のボティーフ協会の敷地に置かれていた。 19世紀には木が家庭の主要なエネルギー源であり、それに加えて建築用としても木材の需要は大きかった。木材の搬送は通常、ドナウ川やウィーン川などの河川を利用したイカダや船舶が用いられ、荷下ろしの専門職人が活動していた。木材の集積場所は杭区で区切られ、周囲の住宅からは安全に配慮して一定の距離が保たれていた。 裸ビの使用と喫煙は厳禁となっていた。1830年まで、ベルクガッセ通りとドナウンガに挟まれた外区では、毎年4月24日から5月8日までの期間、ペレグリーに木材市場が開かれていた。9月23日からは2週間の木材市場が開かれ、ぶどう収穫市場とも呼ばれていた。 1270年から1788年まで木材地区の中心部には形状が存在した。処刑台はレンガ作りの円形の台となっており、そこで罪人が処刑された。場所は今日のトゥルケンシュトラーセ通り25番地で、現在はシュリック宮殿となっている。この地区の東側のドナウ運河沿いには、帝王室ドナウプールがあり、皇帝プールと呼ばれていた。その場所には、 現在、地下鉄のショッテンリング駅がある。今日のベートーベンプラッツ広場にあるアカデミー・ギムナジウムの敷地には、焼却場という風変わりな施設が置かれていた。ここには、国庫再建消滅路があり、執行した有価証券と紙幣が焼却処分されていた。バッサー暮らしの様子、カール・ベンツェル在宅の水災が、皇帝ヨーゼフ2世による美化活動の効果で、 暮らしには簡易な屋台から高級なカフェまで数多くの飲食店が進出した。民衆に人気だった区画はバッサー暮らしで1788年にカフェのテントが設営され、トルコ音楽が毎晩のように演奏された。1822年に店舗の強化工事が実施され、後にヨハンシュトラウスの親子もここで演奏した。現在のフォルクスガル店庭園の位置には、 大牛が円運動をして水車を動かす大牛水車があった。この場所に18世紀の飲食店経営者ヨハン・エヴァンゲリスト・ミラーニがオクセンミューレというカフェのテントを開設した。1808年営業悪化からペーター・コルティンに売却され、1820年から1823年にかけて建築家のペーター本の尾びれの設計でコルティカフェが開設された。 この店舗は1867年にヨハン・シュトラウス2世がワルツ美しく青きドナウの奇学バージョンを初演したことで知られている。半円形の独特の外観の建物は現存しているが当時からは大幅に拡張され現在はディスコフォルクスガルテンとして営業している。19世紀初頭からはグラシナイでの船舶の航行も許可されていた。1803年 エルトベルク暮らしに、ウィーン新都市運河の船着き場が設置され、4月21日、営業を開始した。運河は運送量が安かったため、石炭などの物資をウィーンの南部からウィーン市内へ搬送するのに重宝された。1842年以降、運河は南部鉄道との競争にさらされ、1857年、船着き場の閉鎖が決まった。その位置には現在、 ウィーンミッテ駅がある。ポリテクニック研究所1898年の外側のブロック東和城門の様子。旧市街の土地は、飽和状態で、長年にわたり土地不足が慢性化していたが、城壁の外には広大なグラシの土地が広がっていたため、これを建築用地に利用しようという動きはかなり前から出ていた。皇帝フランツ2世は、グラシの外側の円の土地に、 建築の許可を出し、1816年から1818 18年、帝王室ポリテクニック研究所が作られた。ドイツ語圏で初の高科大学であった。1809年、フランス軍により、城壁の一部、ブルク両保、三角保が爆破処理され、その瓦礫は1816年から1819年にかけて、軍のウィーン公兵隊により撤去された。 破壊された旧ブルクトア城門は1821年から1824年にかけてルイージ・カニョーラとピエトロ・ノービレの設計によりホーフブルク宮殿の前面へと少し押し出す形で外側のブルクトア城門として再建された。これにより広い空間が生まれ、その両脇にフォルクスガルテン庭園とブルクガルテン庭園が 作られると、これらの敷地全体の外縁部にも新たな城壁が建設された。これはわずかながらも、地域の拡張が起きたことを意味し、くしくもここに中近制以来、初めて都市面積の拡大が実現される格好になった。エルトベルク・グラッシのドナウーンが、船着き場の北側には、1840年から1844年にかけて、建築家、パウル・シュプレンガーの設計により、 帝王室中央税官庁舎が建設された。同じ建物には、帝王室官房租税庁と帝王室中央書籍検査庁も入っていた。現在は、ヒンテレツォルアムツシュトラーセ通り4番地に、連邦計算機センターが置かれている。ラントシュトラーセグラ市内で、ウィーン川のドナウ運河合流店の東側には、大規模な小麦販売所が存在したが、1852年に、 取り壊され、4600平方メートルの土地は、競売にかけられた。市の建築マイスターのアントンエール・ツェルトが敷地を買い取り、8棟の賃貸住宅を建てた。現在は、連邦政府庁舎、ラデツキー・シュトラーセとなっている。1850年代の初頭、軍事省では、兵器庫とフランツ・ヨーゼフ兵舎の建設工事に伴う、多額の資金を必要としていた。 1853年9月、軍のウィーン工兵隊は、グラシオ・トゥルケンシュトラーセ通りまでの100メートル分、南方へずらして拡張し、これによって生まれたベルクガスセ通りとトゥルケンシュトラーセ通りの間の土地に区画をつけて、売りに出した。この地域は、ノイ・ウィーンの名称で呼ばれた。1853年2月18日、皇帝フランツ・ヨーゼフ一世の暗殺未遂事件が発生した。 弟の太鼓フェルディナント・マックスは、兄が無事に名を逃れたことに対し、神への感謝の奉納建築として、ボティオフ教会の建設を着想した。グラッシーはなお、軍事上の建築禁止区域となっていたが、1855年10月25日、フランツ・ヨーゼフ一世はこれを許可すると同時に、 1856年2月25日、グラシの建築禁止を訴求的に廃止する決定を下した。1856年、ボティフ協会の工事が開始された。1858年から始まった城壁の撤去、地域の拡大、リング通りの開設により、グラシは消滅した。パラーデ・プラッツ広場は1870年まで存在したが、 1870年7月1日、その敷地を都市拡大基金が買収し、議会、市庁舎、大学を新たに建設した。軍の連兵広場はシュメルツ地区へ移転した。現在、暮らしの様子を王子の状態で伝えるものは現存していない。リング通り沿いに見られる緑地は1858年以降に整備されたものである。かつての城壁。 要塞の部分からは、道路名などに残っているものがあるものの、グラシにちなんで名付けられた、交通路は現在は存在しない。ただし、現在のヒンテレ・ゾーラム・ジアストラッサ、アム・ヒューマークと、テクナカーストラッサ、ミューズ・ヘマ・スプラッツ、ランデス・グリッチ・ジアストラッサ、オー・アスパーグ・ストラッサ、バーガスは、19世紀には、アム・グラシの名称が付けられていた。ウィキメディア・コモンズには、 暮らしに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。